アヤックスアカデミー。アヤックスアカデミー。エイジャックスアカデミーは、サッカークラブチームアヤックスアムステルダムの、プロサッカー選手を育成するために作られた組織である。古くは、リヌス・ミケルス、ウィール・クーバー、ヨハン・クライフ、ルイハン・ハールなどの長年のプログラムの改善によって、現在の形式に至る。また、南アフリカにも、カブチームを持っていることでも知られており、 そこで育てた選手が本家アヤックスに引き抜かれることもたびたび見られる。アカデミー卒業生のほとんどは FA プレミアリーグやセリエ A などトップリーグへ旅立つことから世界への登竜門とも呼ばれている。原型ワン選手、レミー・ボンヤスキーも16歳までアヤックスの下部組織でプレーしていたがトップチームに上がれず断念している。その時の同期にセドルフや クライファートラがいる。アヤックスは、選手を選抜する時とき特別な方法で見極めている。それが、t i ップスである。のティップス、チップスを重視。8歳以上を対象にスカウティングを開始し、外国人プレイヤーは、プレイスタイルや文化、オランダ語、英語を習得させるため、数年アヤックスで教育させている。セレクションはシーズンごとに2回、5から13歳の、 オランダ国内全土から家族と一緒に居住する者を対象に実施しており、国籍、性別問わずテストを受けることが可能。現在アマチュアチームには女性も複数在籍している。毎年3000から5000人の中から約30人ほどが選ばれる。そしてこの中からトップチームへ上がれるのはほんの一握りである。カテゴリーは19に分かれている。 ジュニアユースユース、回マイナス1、E マイナス3、E マイナス2、E マイナス1、D マイナス3、D マイナス2、D マイナス1、C マイナス3、C マイナス2、C マイナス1、B マイナス2、B マイナス1、A マイナス2、A マイナス1、リザーブチーム、ジャウングは、いわゆるプロ予備軍のことである。U8U2 レイまでの1チームで構成されている。目標は 世界に通用する選手の育成技術、戦術、身体能力、社会的勢力、ルール、健康管理、規律の向上などの様々な項目が設定され、サッカーだけに傾倒しない基本的な教育がされている。教育費は無料、サッカー用品などはすべてクラブから支給される。プライベートもこれといった規制はなく、自由に生活して良い。ただし一つだけルールがあり、それは、 高等学校までをしっかり卒業することである。クライフ曰く全員がプロフットボーラーとして成功するとは限らない。だからこそしっかり勉強し失敗した時のリスクを避けるためである。教育方法はドイツの森の幼稚園を参照。アイアックスのプログラムで最も特徴的なのが組織のピラミッド化とクーバー法である。ピラミッド化とは 頂上に進むにつれて人数は減っていくことから、この名前付けられた。他チームでは、年齢とともに、自動昇格するシステムを採用してきたが、これをクライフが、能力に応じて昇格するシステムへと一新、改革したのである。これにより若手選手の競争意欲が増し、組織全体のチーム力の底上げに成功したのである。クーバー法とは、オランダが生んだサッカー指導者。 ウィール・クーバーの育成理論のことである。5歳から15歳をゴールデン・エイジと呼びこの時期にテクニックを学ばせると驚異的な成長を見せる。サッカーの基本となるティップスを発育に合わせて段階的に教えていく。5から7歳回、回 -1 ではパススピードドリブル精度、シュートフェイントに関する T を重点的に指導する。ボールに対する感覚。 ボールコントロールを身につけ、ボールと仲良く、友達になることが、この時期の最大の目的。テクニックは5歳から10歳までの間に、トレーニングすると効果が倍増すると言われていて、大人になってからではあまり上達しない、子供のうちは短期間で驚くほどの成長を見せるため、この時期に、サッカーの基本を指導する。また、ランキングや、点数はつけない。 目に見えない程度に競わせるのも大切である。7から12歳、E-3、E-2、E-1、e、では、簡単な試合を通して、基本的な技術、T と洞察力、I を向上させる指導が行われる。目標は、あくまでも、基本的な技術の向上である。子供たちのコミュニケーション能力や、協調性などもチェック項目に入る。たとえサッカーのスキルが高くても、 これら項目が一つでも欠けていたら、上のカテゴリーへ上げることは許されない。12から16歳、D-3、D-2、D-1、C-3、C-2、C-1 になると、ティップスをバランスよく指導する、ラインポジションごとの役割、チームワークを学ぶ、ミニゲームから11人で試合を戦えるレベルにする、ことが目的である。 インナーマッスルを鍛え、体幹を作ることも、この時期に行われる。あくまでも、打ち筋であって、アウターマッスル、外筋は、一切鍛えない。クライフのアシスタントでもあったトニー・ブラインス・スロット氏は、体幹を作るのに最も適したスポーツは、日本の柔道だと述べている。16から20歳、B-2、B-1、A-2、A-1 では、チーム戦術を学び、 個人技術、フィジカルチーム力の強化を目指す。戦術は、アヤックスの基本システムの3トップを中心に、個人技術はトラップを中心に指導、フィジカルは専属のボクシングトレーナーをつけ、外筋を中心に鍛える。発育段階、5歳から15歳で過度な筋力トレーニングをすると体に悪影響を及ぼす他である。 このように子供たちの発達段階に合わせた指導がとても重要なのである。トップチーム、ジャウングでは、さらに、セットプレイスタミナ強化、サッカーエアロビクスなどが加わる。メニューの主体は、もっぱらフィジカル強化にある。90分以上走る体力は、もちろんのこと、体力の消費を抑えるため、トラップフォーム、シュートフォーム、ランニングフォームを研究しそれらを実践することに、 重点を置いている。アヤックスの練習や内容、コー・アドリア,アンセ、トニー・ブラインス・スロット、アンヘル・ビルダなどの名コーチが考えたと言われている。コートは21名がありその中で、トップチームが使用できるのは、たった1名のみである。残りは、アカデミー候補生やアムステルダム市民、オランダ国民の娯楽のため、無料で分け与えられている。施設名は、トゥー・コムスと 日本語で未来という意味。アヤックスではユースチームから一貫して同じシステムで練習を行っている。主にスリートップと呼ばれる伝統的なフォーメーションで単純にオランダ人が攻撃的なサッカーを好むためと思われ。戦術はプレッシングサッカーとポゼッションフットボール。これにパスランとアンタッチプレイを合わせたものであり。これを俗にアヤックススタイルとも呼ばれている。 ただし必ずしもこのシステム、戦術が正しいとは限らない。100メートルのタイムより5メートル、10メートルのタイムを重視する。アイアックスでは、シャトルランといった方法で強化を図っている。柔道は日本古来の伝統的な格闘技の一種であり、これをいち早く注目し、練習項目の一つに加えている。目的は体作りにあり、 この柔道を行うことで強靭なフィジカルが手に入るという。体格には決して恵まれていないエドガー・ダービッチやベスレース・ナイデルなどの強靭な体はこの柔道から作られている。また体力では体幹を使って走るという有名な言葉がある。体幹を意識して走ることで通常よりも速く走れる。ゆえ、スタミナの消費を抑えられるという。 パス練習では64とロンドのトレーニングといった方法で練習している。他にはトライアングルが有名である。ドリブルはちょうど頭の下にボールがあるぐらいがいいらしく、極端に言うとボールを追い抜くぐらいの気持ちで練習すると良い。円形8のアザドリブル鬼ごっこ円形ドリブルはフィールドに円形を作り、その上をドリブルで走る。ドリブル鬼ごっことはドリブルをしながら、 鬼ごっこを行う。主にジュニアユースに練習させている。クライフの有名な育成や戦術哲学の数々である。特に1994から1995シーズンにチャンピオンズリーグを制覇して以降、アヤックス独自のプログラムに注目が集まるようになった。毎年のように世界各国からコーチや監督が視察に訪れるほどである。 2017から2018シーズン体制2018年7月1日、現在。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。